はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていこうと思います。カイザーベリアのマレブランですねちょっと言えてないけど、とりあえずエメラス鉱石を持ってかれたんで、とりあえずメビウスだけでも救出しようと向かうところなんですけれども、どこから行けばいいんだろう。とりあえず一旦拠点に戻って、またゲートポートから多分地下ですね、拠点5でいいのかな。ちょっと一旦拠点5に行ってみましょう。目的地が地図に記されているんで、そこを目指していきますけれども、あ、そうですね、こっから行った方が近そうですね。じゃあこのまま光の力を求めて、ここはゴリ押しで、そうこうしているうちにゴッドガンダムのレベルが上がるな。ただたどり着く前には上がらないな多分。だいぶ楽に倒せるようになりましたね。とりあえずヒールレインで回復と。ここですね、光の力を感じた場所だ。今も感じるか。ああ、だが弱まっている。なんとかして向こう側に行けないのか。そうだ、光の力を感じた場所はもう一箇所あったな逆側か。これはすぐ行けそうっすね。あ、そうか、鉱石があったから今もう多分鉱石は吸い尽くされてますからね、いけそうっすね。なんとか多分ですけど、お前たちにかまってる暇はない。おお、なくなってる。ここは確か小規模のエメラル鉱脈があった場所だ。奥へ進めそうだぞ。さっきはこの奥から光の力を感じたのだ。今はどうなんだ。かなり弱まっている。そりゃやべえな、急ごうぜ。急げー。扉だ、独房か。中に誰かいるようだ。マスターキーを使え。いや、鍵は開いているぞ。ゴッドガンダムは扉を開けた。うう、メビウス、しっかりしろ。ほっほっほ、やはりここに来ましたね。メフィラス、貴様の仕業か。とんでもありません、ネバーの仕業ですよ。こっぴどくやられたようですね。まるで拷問だ。まったく野蛮極まりない。メビウスを返してもらおう。そうはいきません。なんだと。私はこのキューブの王になりました。王には有能な家臣が必要。メビウスには私の右腕となって働いてもらいます。メビウスがお前の家臣？そんなものになるわけねえだろう。さあ、それはどうでしょうか。そうだ、いっそのことあなた方もいかがですか。ふざけるな。ははは、ま、立てつくのは結構ですが、諸君が我らベリアル君に勝てるとでも。まあいいでしょう、決心がついたらまた来なさい。王にふさわしい場所でお待ちしております。良い返事を待ってますよ。ふんがー。おい、メビウスを連れて逃げたぞ。く、こうなりゃグリフォンちゃんでメフィラスを追跡だ。キュイキュイ、頼んだぞグリフォンちゃんめっちゃ目立ちそうだけどな。あれ、グリーン・グリフォンから送られてくる映像はビーストの持つ鏡に映し出された。どここれ、どこに向かっているんだ。確かに、あ、ここはエメラル鉱脈のあった場所だ。
中に入っていったぞ。真っ暗だ、何も見えねえ。仕方がねえ、引き返させよう。とにかく鉱脈のあった場所の奥へ入ったのは間違いないな。ちょっと待て、今誰か映ったような。え、何も見えなかったけどな。おお、フェニックスじゃねえか。こいつはフェニックス。お、戦ってる。なんだ、俺たちを挑発してんのか。フェニックスのジェスチャーからするとどうやらここへ来いということらしい。しつこいやつだ。多分俺がケリをつけないと。いつまでもこの調子だ。フェニックス、面倒な野郎が絡んできやがったな。とにかくメフィラス星人はあの中へ逃げた。行くだけ行ってみよう。逃げたわけじゃないと思うけどね。マップ的にそうするとどうすりゃいいんだ。一旦5までワープしよう。リターン。で、ゲートポートで中継地点、ここから来てもなんか行けなそうだけどな。どうしよう、どう行けばいいんだ。中継地点1から洞窟へ入るか。多分最初の方っぽかったからな。じゃあちょっとサクッと行きましょう。何か落ちてるぞ。ビーストは足元にグリーングリフォンが落ちているのを発見した。あー、俺の可愛いグリフォンちゃんが。気づかなかったのかよ。よう、よく来たな。驚いたか。俺はな、何度死んでも蘇る不死身のファントム、フェニックスだ。悪いな、お前の相手をしている暇はないんだ。また今度にしてくれ。うるせえ、これでもそんなことが言えんのか。ウォーラー。うっ、以前より格段に強くなってる。大丈夫か。どいてくれ、今はそれどころじゃないんだ。随分と大事な用があるみてえだな。だからこそてめえらを絶望させるチャンスだ。なんだって。どうだ、突然現れたこの俺に殺される気分は。はっはっは。フェニックス戦バックアタックかよ。しかも痛え。ちょっともういきなりユニコーンがやべえな。フェニックスだから炎は絶対効かないな。マシンキャノン、ヒールレイン、こいつはそうするとウルトラキック戦法。炎ついてるけどちょっと一回打ってみるか。あ、一応大丈夫か。ヒルだ。バルカンが効かねえな、その代わり。ゴッドスラッシュか。そうすると爆熱ゴッドスラッシュ、あ、でも15使うもんな。こいつはじゃあウルトラゼロキックでいいよ。いや、あれをためよう、メーターを。でヒールと。置いたー。いてぇ、マジやべえ。ライジングガンダムで、メテオでゲージを貯めつつ、なんか弱点あるかな。ドラゴンテイル、これもダメか。いたとりあえずもうゴッドガンダムは SP がついたらな。ヒールレインでメテオとハリケーンスラッシュ。ガードされるか。ヒ
ルレインまだいけんな。いや、もったいないな。アタックで、メテオで、自分を回復と。くらえ、ダメだ。うわー、これがきつい。爆熱ゴッドスラッシュ、石化天狂拳、爆熱ゴッドスラッシュ、ちょっと一回回復をさせたいからな。ライジングガンダムで回復して、メテを使って、光、まあ、適当にユニコーンと。おー、よし、ここでいけるかな。よし、ラッシュいきましょう。決着をつける。3ゴー、爆熱ゴッドフィンガー、ユニコーンコンボ。1ターン目に準備し、次の行動時か、まあ一応使おう。ストライクドラゴン、クライクライクライ、いでーいでー。ちょっとユニコーンは回復させないとまずいな。ヒールレインとストライクドラゴン、ちょっとウルトラマンのあれを見ますか。ファイナルウルテマラティネティゼロ。これがどれくらい強いかだな。受けてみろ、これが俺たちの光だ。どうだ、強いな。オッケーオッケーオッケー。経験値は大したことないな、相変わらず。グワー、フェニックスのチップを手に入れてないってことはまた復活してきそうだな。たく、迷惑な野郎だったぜ。おっと、こうしちゃいられないぞ、奥へ急ごう。ウィザード、ずいぶん魔力を取り戻したようだな。もう少しだ、もう少しで。あれ、なんか勝手に行き始めたけど、奥に。え、ちょっと待って、ちょっと帰りたいですけど、帰れる？あ、帰れますね。危ね危ね。とりあえず一旦回復をさせよう。すぐ近くに中継ポイントがあるんで。邪魔だ、押せ押せ。ほいっと、一応セーブしましょう。フェニックスを倒したんで、あとは奥行ってメフィラスを倒して、多分このキューブはなんか終わりそうですね。いや、多分ですよ。もうやることないっしょ、だって鉱石もパクられたし、かけらは結局でもなかったのか。おー、デランシリーズ、チップくれ、チップくれないっすね。さあ、ただ奥に行くと暗闇になってるから、どこだっけ。めんどくさいなこいつらは。一回ちょっとランドスラッシュストライクを使おうか。どんくらいだった、80くらい。お、デランゾン手に入れた。
あ、ここだ。ちょっとユニコーンが減ってるから、ライフキット今何個ある？あーまあまあか。使っちゃおうと。いきます。くら真っ暗だ。手探りで進むしかなさそうだな。う、ものすごい闇の力を感じる。あ、これはやばいぜ。アーマードダークネスか？いや、それ以上だ。それ以上？え？マジで？進んでんのこれ。とりあえず、おお、なんだ。マジか、これはやだな。また暗闇。おい、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 とりあえず待ってる。ユニコーンがそろそろレベルアップしそう。いけない。お、なんだ。ますます強くなっている。この闇の力の原因は何だ。もしかしてかけらじゃないのか。ここでいきなり出てきたな。確かにこのキューブのかけらはまだ発見されていない。メフィラスが持っていてもおかしくはないな。進んでる？進んでない。おお、いけた。この闇はめんどくさいっすね。ちょっと分かりづらい。とりあえず、おお、なんか出てきた。なんだここは。この圧迫される感じ、一体なんだって言うんだ。はっはっは、ようこそダークネスフィアへどこで途切っていいのかわからない。ダークネスフィア。そう、ここはかつて存在した偉大な暗黒宇宙大皇帝が汚染としたダークネスフィアの中、キューブの王たる私にはふさわしい場所です。闇の力はこの場所自体から出ていたのか。メビウスはどこへやった。それは言えません。ただメビウス君には早速任務をこなしてもらいますよ。なんだって。さあ諸君の答えはいかがかな。私の家臣として忠誠を尽くすかな。そんなわけないだろう。ふっふっは、そう来ると思いましたよ。では諸君はもう用済みです。ここで始末して差し上げましょう。アーマードダークネスガー。ん、避けた。いいぞ、今度はこっちから行くぞ。うおー、なに、グググは、せやったガー。うわー、どうしたんだ。はあ、はあ、攻撃が効かない。はっはっはっは。ダークネスフィアの中では君たちの力、つまり光の力は極端に弱体化されるのです。だからこの場所に。さあとどめを刺すのです。アーマードダークネスガー。その時突然アーマードダークネスの動きが止まった。どうしたんだ。何をしている。今がチャンスだ。よくわからんが攻撃を続けろ。動かない相手なら。ああ、いや待て。なんだ、攻撃するのか、しねえのか。メビウスのテレパシーを感じる。アーマードダークネスの中からだ。なんだって。太郎兄さん、聞こえますか。メビウス、一体何があった。僕は今この鎧の中に囚われています。この空間ではヒーローの攻撃は効きません。だからこいつの武器を奪ってその武器でこいつを撃ってください。だがメビウス、お前はどうなる。メビウスをアーマードダークネスに取り込ませたのは正解でしたね。メフィラス、貴様がやったのか。メビウスの最初の任務はヒーロー諸君の抹殺。さあどうしますか。僕を信じてください。動きを抑えているうちにこいつの武器を。何をしているんです兄さん。このままでは僕は意識まで取り込まれてしまう。そうなったら終わりです。わかった。みんな、これから言うことはメビウスの意思だ。聞いてくれ。アーマードダークネスの腰の剣を奪い切りかかれ。武器を。わかった。
ゴッドガンダムたちはアーマードダークネスの剣を奪い切りかかった。え、そんないっぱい剣持ってんの？カキーン。しかしあまりの硬さに弾かれてしまった。甲冑の表面にはわずかにひびが走っただけだった。それが答えですか？しかしアーマードダークネスを倒せばメビウスの命もないですよ。ん？何をしているんです？時間がありません。もっと力を込めて切りかかってください。やれ、もっと力を込めるんだ。ああゴッドガンダムたちは力を込め何度も切りつけた。しかしヒビが少し大きくなっただけだった。ダメだ、これ以上は。大丈夫です、僕に策があります。続けてください。わかった、みんなメビウスには策がある。続けるんだ。よし、メビウスを信じる。策ですって？ゴッドガンダムたちはさらに切りつけた。何度も何度も、その度にヒビが増え大きくなっていく。皆さん、それぐらいで結構です。下がってください。はあ。するとアーマードダークネスの表面が赤色を帯び高音を放し始めた。はあ。なんだ、まさかメビウス、あれを。みんな下がるんだ。ガー、うわー、ウルトラダイナマイト、いやメビウムダイナマイトだ。やりました。メビウス大丈夫か？ふっ、やるじゃねえか。確かにここでは僕らの攻撃は無力化される。でもあいつの内側からの攻撃なら話は別です。そうか、だから唯一攻撃が可能なやつ自身の武器で装甲に傷をつけさせたのか。ええ、確実に内側から破壊するために。敵ながらあっぱれと言いたいところですが、これで終わったわけではありませんよ。おお、なんだ、何をする気だ。散乱したアーマードダークネスの破片が宙に浮かび上がった。アーマードダークネスの破片、上空から稲妻のように降り注ぐ闇の力が全ての破片を一つに融合していく。ガガー、そんなふざけんな。ダークネスフィアのエネルギーが媒介となり、アーマードダークネスは復活を果たしましたよ。はっはっは。だがやるしかない。ガー、うわー、ガー、何、ヒーローどもの攻撃が効いた。そうか、アーマードダークネス復活のためにダークネスフィアのエネルギーを使いすぎたか。ですがそれを差し引いても有り余る力。アーマードダークネスよ、ヒーローどもの息の根を止めなさい。ガー、まあ普通に戦えるってことっすよね。とりあえずゴッドスラッシュが効くか。あとはトンファーが効くか。ビームゼロスパイク、あーウィザード減ってる。なんてこった。お、打撃を警戒している。今のは打撃じゃないの？あ、痛い。様子を見ている。ゴッドスラッシュ、ビームトンファー、どうしよう。ゼロナックルじゃなくて、ちょっとゼロナックルでいくか。打撃を警戒しているって言ってきたから。うわー、斬撃を警戒している。危ねー。ビームトンファー斬撃だよ。あ、いたたたたた、やばい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 、いってぇ、マジつぇ。なんだよこいつ。どうする、回復する。復活キット、ヒール、射撃を警戒している。いてぇ、死んだ。
とりあえずこいつは全員回復で、復活キット、ちょっと防御力上げよう。打撃を警戒、とりあえずじゃあ1点に絞った方がいいかな。でもいいや、マシンキャノン、ヒールレイン、まだピンチだからとりあえずダッシュゲージを貯めよう。弱点はなさそうだな。一応ウォーターやってみるか。斬撃やばいあれ今の射撃だっけ。うわ、ヒールレイン、メテオ、なんか弱点じゃないやつないかな。あー、これ強い、普通に強い。射撃警戒、まずい。どうする、キングオブハート、これ意味あるのか。ちょっと使ってみるか。ヒールレインでちょっと自分で回復しないとまずいな。これは打撃を警戒、OK、打撃を警戒、順番とかあんのかな。今打撃を警戒したから打撃を使ってみよう大丈夫か本当に。ウルトラゼロキック、攻撃するか。斬撃が警戒、プレッシャー、どうする。半分くらい減ってる。今斬撃を警戒してるって言ったからな。ちょっと使おう、ラッシュを3、斬撃できます。爆熱ゴッドスラッシュ、ちょっと待って、これを使って爆熱ゴッドスラッシュ。スキルは使えない、マジか。万能ライフキットを使うか。そうすると自分に斬撃あるか、ある。ゼロスラッガーアタック、これをレベル上げよう。ゼロスラッガーアタックで、フレームフラッシュストライク、痛え。射撃を警戒、行くぜ。敵だらけだぜ、はっ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 、浅い。よし、フレイスラッシュストライク、ヒッヒッヒッ、くらえ、ガッ。お前と遊んでいる暇はない。はぁ、よし、いける。押し切れない。ウルトラマンが、そしてピンチだ。次は射撃を使えばいいわけね。自分で回復させよう。ヒールレイン、いや射撃、ちょっと待って、こいつ攻撃しよう。ビームマグナム5 今のうちに、ライフキットを使って、射撃ある、あ、あるな。打撃を警戒、おお、多分このビームマグナムを使う順番、いなくなれよ。おお、コネクトフリーズ、フレイズ、よっと、
次の1ターンでなんとか決めたいな。いてー、しまった、ライフキット間違えた。打撃、打撃を警戒してたから打撃。赤波天狂拳使えねえし、普通にぶん殴るかこいつは。ウルトラマンはライフキットでこいつを回復して、打撃あるこいつ。ドラゴンテイル痛い、スキルの反動で動けない。うわ死んだ。そして敵の攻撃だ、やばい。まずはガード復活キットで復活させてガード、射撃を警戒。見てー、キングオブハートの効果が切れた。今射撃を警戒してたから違う、ゴッドガンダムはマシンキャノンが撃てる。こいつはちょっとヒールレイン使おう。こいつ射撃あったっけ。あーこれがあるな。こいつも射撃がある。これでどうだ、かわされた、マジか。よし、ちょっとだけダメージを与えて、ピタピタピタ。次打撃だよな。めんどくさいなこいつは。攻撃のヒールレインの、ウルトラゼロキック、どうしよう。この SP 回復を使っちゃおう。痛い、役に立つな。いてー、俺はまだ魔法使いしても諦めが悪くてな。皮を切らせて肉を切る。おお、なんかみんな肉を切らせて骨を断つ。なんだっけ、次忘れちったよ今打撃やったから射撃でいいのか。ああ忘れちったな。斬撃か、次斬撃かちょっと覚えてねえ。いや、斬撃にかける。こいつはちょっとライジングガンダムで回復して、ウルトラキック戦法の、これ。おし、射撃を警戒してるからな。オッケー、危ねえ。ちょっとめんどくさい敵だったな。レベルアップ。アーマードダークネス。あ、チップ手に入れましたね。グッグッグッ。メフィラスは戦わないか、そうすると。なんということだ。なんとか勝てたな。次はお前か、メフィラス。やめろ、挑発するな。戦えない。まあいいでしょう。今回のゲームは私の負けです。私は少々君たちの力を見くびっていたようです。今回のところは引くとしましょう。だが必ずやまた君たちに挑戦しますよ。必ず。いやー、撤退してくれてありがたい。戦わないのかじゃねえよそのようだな。無理して深追いすることはない。メフィラス星人はマレブランデスのいるカイザーベリアルの元へ戻った。なぜ戻ってきた。陛下、ヒーローどももなかなかやりますな。アーマードダークネス程度ではなかなか。それはお前が無能だからじゃねえのか。何をおっしゃいます陛下。私は陛下のためにエメラル鉱石を見つけ、ああそうだ、もう一ついいものがありました。ん、なんだ。スパークドールズと言いまして、これなのですか。キングパンドンの人形じゃねえか、バカにしてんのか。いえいえ違います。これはダークライブすることで実体化し、メフィラス星人はスパークドールズについて必死になって説明した。まあいい、その人形に免じて今回は許してやろう。ダークゴーネ、この人形を調べておけ。
ネバーが保管しているホロスコープスイッチと引き換えに力を貸してほしいと言ってきた。リブラ・ゾディアーツ、君の力をだ。私ですか？ああ、早速彼らの研究所に出向き協力してやってくれ。スイッチを手に入れられるかどうか君次第だ。期待しているよ。はい、かしこまりました。順調なようだな。今のところはね、君の方こそうまくいっているようじゃないか。偶然さ、あの場所にダークネスフィアが取り込まれていたのは運が良かった。だが次が少々厄介だ。部下がうまくやってくれるのを信じるしかない。ネバーが手を引いた以上、このキューブに長いは無用だ。ここはコスモバビロニアの新天地としても相応しくはない。ヒーローたちは重傷を負っていたメビウスをミリシャの駐屯地へ運んだ。すぐにライジングガンダムの手によって応急処置が行われた。メビウスはどうだ？正直かなりひどいわ。メビウムダイナマイトを放ったのだ。自爆したようなもんだからな。拠点のメディカルルームでちゃんとした治療をすべきね。そうか、じゃあ連れて行ってやってくれ。ええ。 F91、お前も彼らの拠点に行き、今後もヒーローたちと行動を共にしろ。ああ、そのつもりだ。俺たちはまだしばらくキューブの調査を続ける。ネバーとベリアル軍が手を引いたからといって脅威が完全に去ったわけじゃないからな。俺も残る。まだ埋まっているものもあるかもしれないしな。カプルはどうする？私はターン A が一人じゃみんなの足手まといになりそうだからついてくわ。いや、別についてこなくてもいいよ。いえ、大丈夫ですよ。あ、そう、ふん。なんでカネゴンがいるんだ？行き倒れになっていたから保護してやったんだ。ごめんよ、迷惑かけちまって。僕も何か役に立ちてえな。ふん、またカジノでもやったらどうだ？カジノ？は、冗談だ。それより早くメビウスを拠点へ運ぼう。ライジングガンダムとヒーローたちはメビウスと共に拠点に移動した。メビウスはすぐにメディカルルームに収容され、本格的な治療が行われた。その間に正式にヒーロー隊に加わることになった F91 とターン A が紹介された。 F91 です。大体の事情は皆さんと同じです。ああ、君のことは聞いているよ。そうですか、よろしくお願いします。僕はターン A。 ああ、一応これでもガンダムです。何よターン A、もっと自信持って話しなさいよ。長いこと石像になってて力もなくしてるんですよ。自信を持てと言われたって。気にするなターン A、みんな力を失っている。だが戦いの中で少しずつ勘を取り戻し、力を蘇らせつつあるんだ。そうですか、じゃあ僕にだってできるはずだ。俺は新しいガンダムが2人も増えて素直に嬉しいぜ。2人ともよろしくな。ほどなくして治療を終えたメビウスが現れた。彼は囚われている間に知り得た情報を話し始めた。00さんはネバーの研究所へ連れて行かれたようだ。研究所というのは？ウィズダムキューブという別のキューブだ。彼らは研究所と呼んでいたな。研究や実験はそこでやっているんだな。ああ、どうやらそこが本当の本拠地らしい。じゃあ00も実験台になっているのか。あと隣の牢にもう一人ウルトラマンがいました。すでに研究所へ連行されてしまったが。誰だ？もしかして光の巨人かしら。彼はティガと名乗っていた。ティガ、我々とは世界をことにするウルトラ戦士だ。研究所への行き方はわかるか？僕が尋問を受けていた部屋のさらに奥に部屋がある。どうやらその中に D ゲートがあるようだ。なるほど、そこまで分かってりゃ話は早い。すぐに調査に出ようぜ。あと一つ聞かせてくれ。かけらについては何か分かったか？それがこれといった噂は聞かなかったな。そうか、よし、ならば00の救出を優先しよう。できればティガもな。ああ、そのためにはまず研究所のキューブ、ウィズダムキューブへ行くことだ。
GIG。 メビウスが仲間になりました。カプルのチップを入手しました。ボルジャーノンのチップを入手しました。フラットのチップを入手しました。ウルトラマンタロウのチップを入手しました。アンクのチップを入手しました。仮面ライダーバースのチップを入手しました。ショップに装備アイテムが追加されました。研究所で待ってる。はい、ということで、マウンテンキューブがとりあえず終了して、メビウスをちょっと見てみましょう。ヒットポイントが高いような気がする。結構強くねこいつ普通に。あ、そっか、ウルトラマン系だから能力高いんだ。なるほどなるほど。今がゼロだから、あれどこだ、124。防御力は高いな。あと早いな。ちょっとメビウス入れてみましょうか。まあとりあえず一旦はこのままで。で、チップ報告と。いっぱい手に入れたな。カプル、ボルジャーノ、フラット、タロウ。タロウってまだ小さいままなの。アンク、バース、突撃、身構え。これ何読めない。不屈の魂、アイテムドロップ率上昇。おお、やった。これは良さそうだな。ちょっとチップの効果を見ますか。まあ、なんでもいいや。カプル、4ターンの間、味方全体のエネルギー攻撃力が上昇します。ボルジャーノン、逃げるわけにはいかない戦闘以外から素早く逃走できます。ああ、逃げられるってわけね。フラット、5ターンの間、味方全体の風攻撃力が上昇します。タロウ、4ターンの間、一定確率で敵単体の速度を下げます。アンク、4ターンの間、味方全体の物理攻撃力が上昇します。これいいな。バース、一定確率で敵全体にパニックを付与します。あとは、突撃。先制した戦闘中、味方全体から敵へのダメージが上がります。これは先制が必要なのか。不意打ちされた場合、ダメージが下がります。見切りは、あ、回避率アップね。ヒットポイント1の時ってヒットポイント1になるの？あとこれか。自分が致死量以上のダメージを受けても稀にヒットポイントが1残ります。これね、不屈の魂、自分が戦闘開始時に戦闘不能だった場合ヒットポイント1で復活します。はあ、はあ、はあ、なるほど。ここら辺と組み合わせろってことね。アイテムドロップ上昇、敵がアイテムを落としやすくなります。そのままっすね。あとはアイテムラボか。購入と。ハイパージャマー、キャップの間敵から見つかりにくくする。これ結構いいな。安い、200円だし。あとは、ザットガン売ってるようになりましたね。テクターギアゼロ、ゼロが修行の間に使用した訓練用アーマー、打撃の耐性が上昇する。速度が下がるな。でもマックブラスター、後方支援特殊レーザー銃、稀に通常攻撃でひるみを付加する。あ、これいいな、欲しいな。なるほど。はい、というところで、じゃあ今回は終了して、まあちょっと編成等も変えてから、次回ですね、新しいキューブ、ウィズダムキューブに、向かいたいと思います。では今回はこれで終了します。